徳島インディゴソックス。徳島インディゴソックス。と、福島インディゴソックス。徳島インディゴソックスは、プロ野球独立リーグ、四国アイランドリーグプラスに所属する徳島県の野球チーム。二千五年加盟。略称、徳島イズ。チーム名は、徳島県の伝統的な染め物である、藍染め、アワアイや、観光名所として知られる、ナルト海峡をイメージした藍色、インディゴと、 メジャーリーグの伝統あるチームに命名されるソックスを組み合わせたもの。チームカラーも藍色、青である。2011年に坂口博明が球団代表に就任2015年で退任して以降は地域への浸透を目指してつながるをスローガンとしている。球団事務所は発足当時の徳島市を皮切りに、板野郡藍住町、本社、明財郡石井町、 本社と移り、2011年6月より、徳島市に戻った。また、以前は、阿南市にも事務所を設けたことがある、2017年、現在の球団ウェブサイトには、記載なし。この阿南市の事務所は2007年12月10日に、設置されたものであった。ホームスタジアムは発足当初は、徳島県鳴門総合運動公園、オロナミン C 球場で、試合によっては、 徳島県映像本球場 JA バンク徳島スタジアムを兼用していた。2006年には香川県の佐抜市シド総合運動公園野球場で一試合をホームゲームとして開催している当初からの日程。その後2007年5月20日に徳島県南部健康運動公園アグリアナンスタジアムがオープンした。同球場は徳島県で 初めて公式野球の夜間公式戦に対応した球場で交流戦を除く2007年の平均入場者数はこの3球場では最多となった。2008年のシーズンはホームゲーム40試合のうち23試合をアグリアナンスタジアムで開催する一方、オロナミン C 球場での開催は3試合にとどまり実質的に本拠地を移動させた形になった。 県営像本球場では引き続き15試合が開催された。また、2007年より、三好市の吉野川運動公園野球場でも公式戦を開催している。2009年もアグリアナウンスタジアムでは主催試合の過半数となる21試合を開催したが、2010年については観客動員数の減少などを理由に主催試合38試合の 内吉野川運動公園野球場の2試合と、佐保野球場試合、宇天大隊を除く35試合を、アグリアナン14、増本12オロナミン C9 の割合で実施した。2011年は、主催するリーグ公式戦32試合を、アグリアナン 12JA バンク徳島、増本11オロナミン C7、吉野川2の割合で実施した。このほか、福岡ソフトバンクホークス3軍との、 交流戦4試合中試合を JA バンク徳島1試合をアグリアンで実施。球団創設以来初の出場となった2011年のリーグチャンピオンシップやグランドチャンピオンシップは JA バンク徳島球場で開催された。2012年以降は公式戦の主催試合のうち20試合前後が JA バンク徳島となり、事実上本拠地球場の位置づけとなった。 ポストシーズンの試合は、リーグチャンピオンシップは、JA バンク徳島とオロナミン C の併用。2013年は、オロナミン C。2014年は、各1試合ずつ。2017年は、JA バンク徳島。グランドチャンピオンシップは、JA バンク徳島で開催されている。2013年には8月4日に、海洋町の蛇王運動公園野球場で初めて1試合が、開催された。 2014年にも1試合が予定されていたが、台風によるコンディション不良で打球場に振り返られた。2015年以降は、毎年1試合が開催されている。発足当時、ナルト、ゾウ本球場、ナイターありでは、平日の一部の試合を、白母、準、デーゲーム、夕方の4時台か5時台から試合開始し、途中からナイター照明を入れるで開催していた。 その後も2013年シーズンまでは、増本球場では、試合開始を午後5時としていたが、2014年シーズンからは午後6時に変更されている。2014年シーズンは、近畿地方にある、神戸総合運動公園サブ球場、王子山球場での主催試合が1試合ずつ開催された。四国を本拠とするリーグの球団が、近畿地方の球場で主催試合を開催するのは、 初手である。この内見子山球場の試合は、リーグがインターンシップ協定を締結した、立命館大学スポーツ健康科学部を中心とした、京都府、滋賀県の大学に在籍する学生が、試合の黒字化を目標として、運営に立った。近止は優勝。2007年の観客動員は、前年の167%増の1試合平均1017人、出展。 2007年11月1日徳島新聞と感染者が増加していた。2008年は前期こそチケットグス売り上げが前年比30%増と好調だったのに大志後期は低迷し観客動員は前年より約3%減の一試合平均991人にとどまった。出店、2008年9月25日徳島新聞。 2009年の入場者数は、前年比1140人減の29,518人、1試合平均738人、と20%以上の減少となった。2009年10月30日のリーグ首脳の記者会見によると、売上高5,100万円に対して収支は4,100万円の赤字となる見込みとされた。2010年3月10日、 球団首脳とリーグの鍵山誠 CEO が徳島市で開いた記者会見で3月31日をもって出資者である郵政ホールディングスが球団の運営、経営から撤退すること4月以降は当面リーグが直接経営、運営を行いながら新たなスポンサー獲得に努めることが発表された。会見の中で郵政ホールディングスの手塚直種社長は 4年間での累積赤字が1億5000万円に上ることを明らかにし、不況の中で安定したスポンサー収入が見込めなかったことや、県民に幅広く浸透することができず苦しんだと語った。鍵山 CEO は、この1年間にスポンサーが見つからない場合は、球団の活動休止もあるかもしれないが、そうならないように最大限努力すると述べた。 2010年9月29日のリーグ理事会において、2011年度もリーグの直営で参加することが事実上決まったと報じられた。鍵山 CEO は、スポンサー探しは引き続き実施すると述べている。スポンサー不在となった2010年シーズンの入場者数は18,157人、1試合平均478人。 1> と一試合平均で前年から35%もの大幅な下となった。鍵山 CEO は新聞の取材に対し、徳島は四国うちのリーグ他球団と比較して、地域密着の点で差があること、収入面でも香川、愛媛の1、3であることを挙げ、前者の点については改善の必要性を指摘し、オーナーについては10から20人による、 共同オーナー制も検討していることを明らかにしている。また、同記事によると3月のオーナー撤退表明から9月末までにチームの存続を求める署名が1万5000人余り集まったという。2011年1月、新球団代表に弁護士の坂口宏明が就任。新スローガン、つながるを掲げて地域密着を強化し、3年後の黒字化を目標とした。 坂口は本業で企業再生を手掛けており、旧地の鍵山から徳島を建て直せるかがリーグ存続の分岐点と依頼を受けて代表に就任。同年4月、騎州レンジャーズや神戸旧クルーズで経営に関与した竹下昌蔵が事業統括責任者兼人ゼネラルマネージャーに就任した。2011年2月24日のリーグ首脳の記者会見では、 2009年度の収支は以前の予測通り4100万円の赤字で2010年度は3000万円の赤字となる見込みであることが公表された。2010年度の赤字見込みは四国4球団では最も多く売上は2300万円で最も少ない。同記者会見では2011年度の収支目標が2000万円の赤字であることも合わせて明らかにされた。 2011年のシーズンは会場設営やイベント企画、グッズ販売などの試合運営業務をコーチファイティングドックスに委託した。これは球団スタッフが限られる点を補うとともに地域密着を進めるコーチの手法を学ぶことに加え、2012年度よりナイターを開催するコーチにとっても運営方法を学べるメリットがあることから見された。2012年2月10日、 リーグのスポンサーでもある、セーア、名和クリーンエ d ィコーポレーションの3社、及び三好渡る、保健代理店主、柏木武史、町議会議員の個人2名で新たな運営会社、パリックベースボールクラブ徳島を設立して2012年度より運営に当たることが発表された。3社と2個人は300万円ずつを3年間出資し、3年目での黒字転換を目指すとした。 新会社の初年度となった2012年度の収支は1030万円の赤字で、前年度2890万円の赤字から大幅な改善となった。2014年の時点で、坂口の就任時と比較して、球団の収入は3倍以上、スポンサーは60社から470社になったという。2015年2月25日に公表された2014年度の収支では、 赤字額が前年から94%圧縮された約107万円ものの目標だった黒字化は未達成となった赤字幅改善の要因としては県からの助成金増額220万円から580万円多い800万円にやスポンサー数の拡大281から334人により収入が前年より23%増加したことが 挙げられている。2016年3月31日にリーグが発表した2015年度の決算では収入が前年より3000万円近く減少したことで経常収支は2100万年の赤字となった。2016年7月にはクラウド型人事評価運用サービスを手掛ける株式会社明日のチームからの出資と同社のサービス導入を発表した出資額は 非公表。2017年2月20日に発表された2016年度の経常収支は20万千円の黒字となり、発足以来初めて黒字となった。黒字化の要因は NPB 移籍選手に対する移籍金、育成料収入で、球団社長の南圭介は安定した収入を得た上での黒字には至っていないと述べている。 2018年3月27日に発表された2017年度の経常収支はスポンサー料の減少により1393万円の赤字となった。なお、2006年から2009年までの運営会社である徳島インディゴソックス球団株式会社は2012年3月28日に徳島地方裁判所より破産手続き開始の決定を受けた。 2007年10月に、千葉ロッテマリーンズの球団社長、瀬戸山隆三、当時が、プロ野球運営実行委員会で、育成選手数名を投球団に派遣する構想を、表明した。しかし、この構想については、その後具体的な進展は見られなかった。2012年3月に、NPB とリーグの間で、育成選手を、人数、 期間を限って派遣することを可能とする取り決めがなされ、これに従って3月27日に、広島東洋カープの育成選手である、A 川光弘と中村渡優が12年シーズンチームに参加することが発表された。2013年は小松剛が派遣されたが、2014年以降は受け入れ実績がない。マスコットキャラクターは雲をモチーフとしており、 名前はミスター・インディー。初版の事情から2年目のシーズンまで着ぐるみがなかったが2007年のシーズンから登場した。選手、指導者については徳島インディーゴソックスの選手一覧を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。